くい。はい、どうも、副島マックスです。さあ、またガチャを回してきました。回しましたよ。うい、うー、海洋堂カプセル級ミュージアムワールドカーデフォルメボリューム1押収者編と、ワールドタンクデフォルメ、そして、ワールドウィングスデフォルメ、そして今度はワールドカーデフォルメと、デフォルメシリーズがなんか展開しております。海洋堂さんです。はい、こちらにございます。はい、開けてみます。ウェイシ、何が出るかな。ん、これはワーゲンですね。フォルクスワーゲンだ。これあのやっぱ最初見て思ったけど、チョロ Q だよね。まあチョロ Q よりはちょっとサイズも大きくて、なんとなくディティールも細かいような気もするけど、ま、説明書きというか、まあ、説明書きという感じではないな。豆知識書いてあるわけではないな。あれ、こんなもん開けても、あの、組み立てることもなく、こんなんですよ。フォルクスワーゲンですね。ビートル、ライトブルーみたいな色ですけども、プルバックゼンマイになってまして、走りますよ。ほら、ほら、走る。走りますよ。シリーズ第1弾はヨーロッパ諸国で人気を博した4車種をピックアップ。はぁ、まあでもちょっと、微妙、やなぁ。古き良きじゃなくていいですけどね。今時の車があってもいいかなって気はしますけどもね。海洋堂カプセル級ミュージアム、ワールドカーミュージアムデフォルメ。え？ワールドカーデフォルメ？だったかな？でした。まあまあ。